塁ランナーを気にします。二塁タッチもセーフ。インサイド打った、高いバウンド、一塁アウト。これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。6回終了1対1、カープ同点に追いつきました。里崎さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。まあ、そうですね、終盤ですからそれだけにこの辺りで1点入ると非常に大きいですよね。はい、1点の重みが大きい終盤となっています。ファウルになります。またファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは9番太田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。トネ、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。痛烈、ショートうまくさばいてアウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。インサイド決まっています。マクフォール、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。1対1同点です。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の堂林。カープ同点で迎える7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあチャンスがあるとすればこの回なんですけどね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。西さん、やはりなかなか相手エースを攻略しきれませんね。まあここまでね抑え込まれてますけれども、これからチャンスを作りたいですね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。まあここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあ3球目打ちました、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。そうですよね、完璧に捉えましたからね。さあここでカープダイソーを送ります。セカンドランナーは大森、ヒットでランナーが帰れば勝ち越しです。さあそして打席には秋山入っています。まあしっかりいいところで回しましたね。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ここは大事ですからね、しっかりとボールを見ていきたいですね。なるほど、そうですよね。ああよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。
か。この打球はフライになっています。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。繋がらなかったですね。このチャンスの間にね、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の野間が入っています。中へ決まって、これはストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。ランナーは変わらず二塁です。なんとしても勝ち越しを決めたい場面でしたが、三振に倒れました。まあこういう展開でね、終わってしまうのは一番良くないですから、もうちょっと頑張ってほしいですね。初球ボール。これは手が出ないか。ストライクを取ります。外低め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。インローボール。5球目は何で来るか。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが、連続三振に終わりました。ここでリードして楽になりたかったんですけどね。勝ち越しのチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって1対1同点です。これから8回バファローズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。ターニー3番手としてコールされています。緊迫感のある中での登板となりました。バッターボックスは2番宗。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。カープ同点で迎える8回です。里崎さん、ここ同点での展開、このあたりどのようにご覧になってますか。まあ相手もいろいろと仕掛けてくる頃合いですからね。まずは先頭打者を出さないことを心がけたいですね。この後も集中力が必要です。2球目も決まります。低めボール。打ちました。痛烈。ショートうまくさばいてアウト。ワンアウト。打順は3番中川。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。次が2球目。これは低いところに持ってきました。このクロスファイヤーは効果的ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライク。打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには4番杉本。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。8回の裏に入りました。さあカープ、この回は4番から始まります。
バッターは西川。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。カープ同点で迎える8回の攻撃です。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。打った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ甘い球は見逃さないですよね。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは平野。ここでバファローズ守備を変えてきました。選手の交代をお知らせいたします。サードの紅林。さあカープ勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越せるかが一つの分岐点でしょうね。そうですよね。まあまた彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。2球目は何で来るか。見送ります。外のスライダー決まっています。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。外、これは外れた。ワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。つなげなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。このチャンスに期待がかかる松山がバッターボックスです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド打った。ショート取った。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそしてはここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。ここはしっかり決めないといけない場面ですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね。はい。その期待のかかる小園が打席に入っています。力のあるストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。外の低め見極めます。手が出ません。三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが、結局三振に終わりました。まあなかなかね、ボールを絞りきれていませんね。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム。8回終わって1対1同点です。これから9回バファローズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号13森内、マウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは DH ゴンザレス。
前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。いいところへ決まります。147キロ。インハイ決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。外れましたけどいいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。痛烈、これはどうか。セカンドの右抜ける。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。